が宿るこの島がなんというありさま。罰当たりな者どもは耐えぬぞ。Thank you.
こいつを売っ払えば遊んで暮らせるぜ。怪我さないでたもれ。
ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物のわからぬ大名どもに今一度義を説こう。ふみか、また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。
どういうことだ。敵に住むのが鬼どもじゃ、運が悪すぎるぜ。Thank you.
Thank you.
刀を持ってふんぞり返ってりゃいいだけなんてちょろいもんだ。くだらぬの。身分も家柄もくだらぬ。忠義も真偽もくだらぬ。石田か徳川かなどまっことくだらぬ。世が道家方となりかき回してやろうかの。千年先まで世の悪名が響こうが構わぬ。このくだらぬ乱世を壊したいのじゃ。安心とやらそのきっかけを作るやもしれぬの。
Thank you.
武勇の吉川元春、知略の小早川高影、この名高き仁王が助け合い、毛利は西国で最も強く大きくなった。二人亡き今、この力かつての仁王に及ばぬのは明白。大戦の火の粉の中で毛利の家を守り通すこの難題、解く手立てなどあるほか。石田と徳川、そしりは免れまいが、勝った方に組みするしかあるまい。